おはようございます。ついに日本シニアオープンも最終日となりました。今日は風が強いです。ただ暑さは変わりません。現在イーブンパーの20位、17位以内に入ると賞金額は100万超えるかな。ただ、まあ、トップ10目指していきたいところです。今日は上に行くしかありません。前で練習してる杉山幸男さんは、奥様が僕の行きつけのお寿司屋さんで働いているということで先ほど挨拶しました。いい位置につけてます。横田も追いつけるように頑張ってほしいです。昨日の練習で掴んだ感覚が今のところハマってるような感じです。ただちょっと交感神経が高ぶってるような雰囲気が見受けられるので、それが若干気になるところです。気合が入りすぎて待てないといいなという感じです。いいとこじゃないし、はい、いいですね。風が強くてラフがきついセッティング、そしてこの暑さ、体力、思考力、全て少しずつ消耗していくような戦いになると思います。いい方向に爆発してくれることを期待します。さあ、ショット練習が終わり、パッティングリーンにやってきました。ご覧のギャラリーです。初日2日目、石田拓也さん優勝が決まってます。昨日一緒にラウンドした谷口徹さん、そして小林正則さんもキャディで今回参加しています。さあ、ティーグラウンドでは平塚哲司さんがスタートするところです。
ジムのトレーナーのののちゃん家族が応援に来てくれました。サロンメンバーさんたちが応援に来てくれてます。ありがとうございます。さあ横田子の応援を糧に頑張ってほしいです。今年から簡単なんですよ。もういい、落ちました。今日お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。暑い中、いつも応援します。動画、動画、はい。ようこさん、今日一日振り返っていただきたいと思います。はい。あ、それ、YouTube？ はい。載せたんですか、YouTube？ 載せます。いいですか？はい。まずいですか？全然、嬉しいです。嬉しいです。スコア、いつもスコア。3、8、3、これ4連続ボギーだったんだよね、この連続バーディーの後ね。そうそうそう、なんだショートで今日スリオーバー右に、はい、17番、あ、17番か、はい、17番か、スリオーバー、はい、ちょっと今日は1日ついてくれてたんですか。いや、見てました、17番見てました。はい、そうですか。はい、お疲れ様でした。練習から出していただきました。ありがとうございます。 YouTube 見てます。ありがとうございます。家族の YouTube 見てます。どうですか、視聴者目線で今日のプレーは。今日暑そうで見てる方がかわいそうだったし、よく歩いて、はい、まあ、プロの方は歩いてプレーされるじゃないですか。中3 社長が来ました、はい、本気の社長が来ました。どうですか、横田のスイングは。いや、改造されてて、はい、あ、僕練習の時後ろで見させていただいて、あ、そうです、本当真後ろで見させていただいて。あ、そうですか、はい、してるんです。ちょっと右に出して、はい、落としてよ、ちょっと右に行ってもいいかなと思いつつ、はいはいはい、優しい、詳しい、すごい、詳しい。なんかアドバイスありますか。いやいや、僕が教えていただきたい。はい。考えたね、みんなアドバイスくれるんで。興味が。直に欲しいな。はい。そうですか。僕は楽しくいつも優しいです。そうです。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってください。頑張ってください。結局、順位は28位。なんとか。うん。で、確定かも。ほぼ確定ですかね。50万ちょっと。50万ちょっと。稼ぐの大変だね。はい。今週は気合入ったんだけど、はい、ダメだった。暑かったですよね、応援する。暑かったですね。本当暑かったです。うん。一緒ですね。まあ、でもまた、大きい試合続きます。来週はパナソニックオープン。そして、その後は日本プロシニア。はい。で、福岡ファンケル、佐世保と、秋の陣が始まってきます。クイッと稼がなきゃね。はい。やめないと。まずいよ、そろそろ。ほんとまずいわ。はい。また応援に行きます。はい。ぜひ。はい。ありがとうございました。今夜配信しますので、あ、楽しみにします。ぜひ、ご覧いただければと、思います。はい。ということで、今週もお疲れ様でした。はい。皆さん、来週以降も頑張りましょう。頑張りましょう。